はい、こんにちは。北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV は平泳ぎ初級編ということで、平泳ぎに入っていきます、ここから。今までクロール、背泳ぎと初級者、中級者、上級者と3つに、レベル分けして、動画をお送りしてきました。ここから平泳ぎの初級編ですね。平泳ぎに入っていきます。平泳ぎやっぱり憧れますよね。気持ちよさそうに平泳ぎかっこよく泳いでる方見ると憧れる方多いのかなと思うんですけど、今日はまずは平泳ぎのもうほんと基礎中の基礎、足の動かし方っていうのと手の動かし方、ここにフォーカス当てて紹介していきたいなと思います。足の動かし方ってざっくり言ったんですけど、足の引き付け方ですね。平泳ぎのキックだけ足の裏で蹴る泳ぎなんですけど、そこを足の裏でしっかり蹴れるようになるためには足を引き付ける動作、この引き付け方ですごいポイントになっていきます。なので足の引き付け方っていうのが一つと、シンプルにこれはもう手の動かし方ですね。やっぱストローク、平泳ぎだけ、ストロークの動作が小さいんですね。他の泳ぎは腰の横までしっかりと水をかく泳ぎなんですけど、平泳ぎだけ体の前で、水をこう丸を描くように円を描くような形で、動かしていくんですけど、そこの動かし方についてちょっと説明していきたいなと思います。必見かなと思うんで、ぜひ最後までご覧ください。では早速本編の方行きましょう。どうぞ。北島アクアティクスオリジナル商品好評発売中。はい、それではですね、まずは、悪い例ですね。今日の引き付け方、足の引き付け方っていうこの一つ目のところと手の動かし方っていうところで、解説していくんですけど、よく見られる悪い例をちょっと挙げてみました。まずはキックのところを見てほしいんですけど、これ足の引き付け方で、よくある、初心者でよくある悪い例になってくるんですけど、足の裏でこんな感じだとちょっと蹴れなそうじゃないですか皆さん。足を引きつけるっていう風に僕は言ってるんですけど、蹴る準備でやっぱり膝を曲げるんですね。必ず膝を曲げるんですけど、膝だけ曲げても平泳ぎのキックうまくいきません。で、膝を曲げるってどういう動きか、こううつ伏せで浮いてる状態で膝を曲げるってどういう動きになるかっていうと、膝を曲げるってことはかかとが上に上がるっていうことなんですね。下向きでうつ伏せで浮いてる状態で、膝だけを曲げようとするとかかとが上に上がってボディポジションって言って腰の位置がすごい下がってしまうんですね。よく平泳ぎで腰が下がってるよって言われたりする方多いかもしれないんですけど、そういう方はこういった膝の曲げ伸ばしになってしまっている可能性があります。なのでしっかりと足を引きつける動作っていうのを覚えてもらいます。そのためのドリル後ほどに説明しますね。で、手の動かし方で、よくあるのが、平泳ぎ先ほど言った通り他の3泳法に比べて平泳ぎだけ体の前で、水をかく泳ぎなんですね。これ平泳ぎだけなんですけど、平泳ぎは他の泳ぎのように後ろまでこうたくさん水をかこうとしてしまうと、平泳ぎって水の中で手を戻さなきゃいけないですね、前に。クロールとか背泳ぎ、バタフライって水をかいたら上をこう通るように戻すじゃないですか。それって水の抵抗を前に戻す動作で、ほぼないんですね。でも平泳ぎだけ手を戻すときに水の中でこう手を戻さなきゃいけないんで、すごいこう後ろまでかいてしまうと、その分水の中で手を前に戻さなきゃいけないんで、実際に進みたいのは前なのに後ろに向かってこう体が持っていかれるような動き、要はストップしちゃうんですね、推進力が前に戻すとかなんで、しっかりと水をかいて前に戻すときに最小限に抵抗を抑えなきゃいけないっていう意味でも、なるべく小さく水をかかなきゃいけない、体の前にかかなきゃいけないっていうところなので、この後一つ一つ動作を細切れにしながらちょっと説明していきたいなと思います。はい、先ほどちょっと、キックとストロークについて説明したんですけど、ちょっとキックだけにフォーカス当てて、まず悪い例ですね。左上のボードキック、ビート板持った左上のキックの悪い例、先ほど言った通り、やっぱりかかとを持ち上げてしまうと、一気に腰が位置が下がってしまうんですね。で、かかとを持ち上げる、要は膝だけ曲げて足を曲げてキックする準備、膝の曲げ伸ばしで準備してしまうと、足の裏がこう曲げてキックするぞっていう時に、上に向いてしまってるの分かりますかね。これまだマシなんですけど、上じゃなくて足の甲がこう伸びてしまって、足の裏が自分のお尻側に向いてしまうと、これ煽り足って言って足の甲で水を蹴ってしまう、平泳ぎの泳法違反ですね。平泳ぎの泳法違反になってしまうので、足の裏で前提で切らなきゃいけない。まだ天井向いてるのは、マシですね。ただこれ、先ほど言った通り悪い例になってくるので、本来であれば足の裏は後ろに向けたいので、この動きでは良くないですね。なので、これを直すためのドリル練習ちょっと紹介していきます。
プル V キックになります。プル V キックと言ったんですけど、いきなりやるのもプル V 挟んで平上げのキックするとプル V が取れてしまって練習にならないって方多いと思うんで、まずは僕が今やってるプル V を足に挟んで膝を、お腹の方に引きつけて持ってきてから後ろに足を伸ばすっていう動きだけでいいです。でこの時にしっかりと足の裏に水が当たってる感覚っていうのも一緒に意識として練習してみてください。でポイントはさっきのかかとを持ち上げるような膝の曲げ伸ばしになってしまうと体が沈んでしまうんで、腰の位置はなるべく固定で浮いているところから膝をお尻の真下にこう持ってくるようなイメージ、まあ、立った状態でその場でやるともも上げと一緒ですね、まあ、両足一緒にお尻の高さまでももを持ち上げるような動きになります。浮いた状態でやるのでこんな形になってます。なのでお尻の真下に膝を持ってきて、そこから後ろに向かって足を伸ばす、もう水を蹴るっていう意識じゃなくて足を伸ばすっていうだけでいいですから、さっきの悪い例のようにかかとを上げてしまうんじゃなくて、位置関係としてはかかととお尻っていうのはほぼ、まあ、同時同じ位置にあるか、お尻の方が基本的には高い位置であった方が理想ですね。これが逆になってしまうと、さっきの悪い例、腰の位置が下がってかかとが上がってしまってるっていう最悪な、キックになってしまうので、腰は高い位置でキープしてかかとの位置はそれ以上上げないっていうところで平上げのキックできるといいです。なのでこの膝をお尻の下に持ってくるっていう引き付け方がすごい重要になってきます。まあ、具体的にどこの力入ってるかっていうとお腹の力ですね。プル V 浮力があるので浮く力があるんですけど、それをしっかりと自分の足を持ってくるっていう、まあ、お腹とあとは腸腰筋って言って、足の付け根にある筋肉なんですけど、そこをしっかりと下腹部の部分、お腹と腸腰筋使って足を曲げ伸ばしっていうところで、練習していただけると、まあ、引き付けの意識のための練習になるかなと思うんで、ぜひやってみてください。実際に平上げのキック、まあ、いい例がこちらになります。見てほしいのは腰の位置ですね。腰の位置をなるべく下げないで平上げのキックっていうのに入るのがすごい大事になります。なのでしっかりとそこの練習を、まずはやってみてください。まあ、慣れてきたら平上げの形、まあ、今後中級者編上級者編でキックのちょっとレベルを上げていくんですけど、慣れてきたらしっかりと内ももを使って水を挟むような動きっていうのができるといいので、そこはまた次回ちょっとキックの方で触れていきたいなと思います。では今度手の方行きましょう。はい、では、キック終わったんで手ですね。今度は腕の動かし方になります。さっき言ったように体の後ろ側まで水をかいてしまうと平泳ぎすごい抵抗を大きく手を戻さなきゃいけないので、体の前でストロークするっていうのが前提になります。まずは立った状態で手の動きの練習をしてほしいです。僕映像撮ってるんですけど、4つにちょっと動作を分けていきます。手を開く動作が1で、そこから水をつかむ、肘から先で手のひらですね、水をつかむ動きが2、3はつかんだ水を自分の中心部分、体の胸のあたりに水を集めるっていうのが、3で、最後4で前に伸ばします。この1、2、3、4の動作を、だん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 ちょっと速くしていきます。1と2をつなげて今度1、2、3、3カウントでさっきの動きやります。それができたら今度、2カウントで1、2、前に戻すので2ですね。で最後、もう1カウントで1、動きはどこでも止めない、どこも止めないで動かすっていう練習です。まずは4つのカウントでいいので、開く、まあ、開く動作アウトスイープとか言ったりしますね。手を横に開く動作で、そこからキャッチの動作、2はキャッチですね、3は書き込むプルの動作、4は前に手を戻すリカバリーの動作になります。まあ、1がアウトスイープ、2がキャッチ、3がプル、4がリカバリーっていう動作になります。で、まあ、1、2、3、4結構無理やり分けてるんですけど、理想なのは分けないで本当はできるといいですね。でここが難しいのがやっぱり1から2だったり1、2、3をまとめるとかですね。ここでたくさん水をかこうかこうで後ろまで水をかいてしまうのが悪い例になります。なんでしっかりと体の前だけの小さいこの空間だけで水をしっかりと掴む感覚っていうのがないと、悪い例のような、ストロークに陥りやすいです。なのでしっかりと、まあ、練習としてはスカーリング練習とか、練習であると思うんですけど、手で水を触る練習をたくさんして、平泳ぎの練習やってあげると、平泳ぎの手の練習ですねやってあげると、上手な平泳ぎのストロークっていうのが泳げるようになってくるかなと思うんで、そこはちょっと練習してみてください。はい、先ほど立った状態で、まあ、手の動き見てもらったんですけど、実際に泳いでいきます。泳ぐ時も一緒です。4カウントでまず1、2、3、
4、まあ、これほぼ進まないと思っていいです。進まないでその場でやっていただくだけでいいんで、形だけ覚えましょう。形だけ、ここから、1つカウントを減らして3カウントで1と2をつなげますね。で3、4、これを繰り返してやっていきます。これもほぼ進まないです。3つ目は2カウントですね。1、2、だんだん進んでいきます。ここからで1でやるときに肘が体より後ろに下がらないようにちょっと注意してみてください。最悪胸の前で、体ストロークが終わって3カウント終わった時にこの姿勢が作れているように、これが E1 って体の横にこう肘が来てしまって背中側に肘が後ろに来てしまうのは、絶対良くないので、胸の前もしくは体の横に入るか入らないかぐらいのところがギリギリの9大点のところでラインですね。なのでしっかりと2カウントのこのところで後ろに引かないように注意してください。でこれが慣れてきたらもう平泳ぎのプルの練習ですね。もう、1、2、3、4、どこでも止まらないで呼吸も一緒にやってあげると、よりいいかなと思うんで、ぜひ練習でやってみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は平泳ぎ初級者編というところで足の引きつけ方と手の動かし方を説明してきました。大事になってくるのはまずはその形を覚えるっていうところなので、やっぱり自分がやりやすい泳ぎっていうのがもうすでに身についてしまっている方っていうのはフォーム修正ってすごい時間がかかるものなので、まずは動きを覚えてあげる、まあ、最初ロボットみたいになっても正直仕方ないです。仕方ないと思うんですけど、やっぱり綺麗な泳ぎを目指していく、正しい泳ぎを目指していくのであれば、やっぱりそこの練習は必要かなと思います。で一概にこれ初級者編なんであれですけど、実は上級者編になってくると足の引き付け方少しだけ変わってくるんですね。でも大事になってくるのはこのまず初級者編の動きができるかできないかってことなので、まあ、上級者編流した時に矛盾が生じるかもしれないんですけど、まずは初級者編で、足の引き付け方を覚えてもらってから足の裏で蹴るっていう感覚の練習をやってみてください。ストロークに関しては、すごい大事な動きになってくるんで、まあ、これから平泳ぎ習いたいよとか、まだ習ってる途中だけどよく分かってないという方は、あの動きすごい大事になってくるんで練習やってみてください。次回は中級者編になるので、レベルを上げてキックとストローク、あとコンビネーションですね、ところ話していきたいと思ってますので、ぜひ、チャンネル登録してお待ちください。ではこの動画が良かったなと思う方は高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。